きの揺れ何だったんだろう。船の速度も少し遅くなった気がする。オリジンが強豪艦に侵入したのかな。海炎将軍の指示通りうちもそろそろ動かないと。全員集合してできる限り奴を抑える。オンリ師匠、今どこにいるの？デケットの中ミツキ、私は演武台下のロビーにいる。演武台の下にあるロビーはこっちだったよね。私が心配だったからに決まってるだろう。元凶、あなたが借りたがってる狼は今私たちの上にある演武台で雲気軍と戦ってる。この演武天霊は先囚人たちの目に入ることはないし、一本取ればいいだけの剣刀でもない。これは栄誉なんてない、ただの危険な死闘。美月、それでも行く？ここは軽減将軍の名言を引用しないとね。せっかく来たんだから。ウンリ、ミズキさん、二人の宝剣が曇ることなく勝利を収められるよう祈ってる。あなたの宝剣も曇ることなく勝利を収められるよう祈ってる。うちも二人の、やっぱいいや。とにかくみんなが勝てるように祈ってる。それじゃあ、行こう。
カゴじゃなくてミツキなのか。ラフの森人だよ。お疲れ様。剣術を見せる。他に出場したくなる選手はいなかった。気をつけた方がいいよ。赤ん坊に負ける感覚は老いぼれ狼には消化できないかもしれないからね。人生に行くためならどんな手段でも全部使ってやる。えい。あら優しいね。爪も牙も素晴らしい時はお別れの時間よ。恐れずひるまず。うちは甘く見ないで。もう一人前だもんね。ちゃんと立ちなさい。おお、さすが師匠。うちのとっておきを食らえ。優しいね。悪くない。面白い。呼吸するその感覚覚えておいて。一瞬よ。素晴らしい時はお別れの時間よ。5秒あげるから手合わせしましょう。ちゃんと自分も守ってね。痛くないで。そんな。面白い。リンクス、僕の後ろに。待たせたね、フーレイ。他の虫に送り込む。この人に任せようか。赤子じゃなくてミッキーなのか。ラフの森人だよ。サクッと手合わせしてみない。恐れず、ひるまず。勝てるとでも思ったか。
か。それが大きな間違いであることを貴様らに教えてやろう。ありがとう。ちゃんと自分も守ってね。覚悟しろ。もう一人前だもんね。爪も牙も鈍ったの？弱い！おお、すごい！とっておきを食らえ！最終目標出現。純化する気さ。ランドゥの名のもとに小説の志は朽ちることなし。正義はここにあり。サクッと手合わせしてみない？恐れず、ひるまず、弱い！10人は相手できるよ。記録開始。ランドゥの名のもとに小説の志は朽ちることなし。遠くに行くため手段を選ばない。感謝する。爪も牙も鈍ったの？
恐れずひるまず弱れ。もう分かった。はあ、全てを狩り尽くす。上昇腐敗。大将は定まった。覚悟しろ。ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。記録開始。10人は相手できるよ。今こそ真の剣術を見せるとき。青龍逆光ミルクティー最高くらえ。遅い。サクッと手合わせしてみない。迷いはない。爪も牙も鈍ったの。恐れずひるまず。遅い。おお、すごい。とっておきをくらえ。かすり傷だ。この手は10人は相手できるよ。かすり傷だ。ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。迷いはない。弱い。全てを狩り尽くす。上昇腐敗。真の剣術を見、青龍逆光ミルクティー最高くらえ。
擦り傷だ。もう一人前だもんね。擦り傷だ。擦り傷だ。小説の志は朽ちることなし。遠くに行くためなら手段を選ばない。感謝する。10人は相手できるよ。かすり傷だ。すべて狩り尽くす。上昇腐敗。定まった。サクッと手合わせしてみない。恐れず消えまず。はっはっ。遅い。おすごい。とっておきを食らえ。最終目標出現。今こそ真の剣術を見せるとき。青龍逆光ミルクティー最高。くらえ。止血しないと。もう一人前だもんね。ランドゥの名のもと小説の志は朽ちることなし。爪も牙も鈍ったの。迷いはない。そこまでだ。記録開始。すべて狩り尽くす。上昇腐敗。大将は定まった。かすり傷だ。ここにより。ランドゥの名のも小説の志は朽ちることなし。サクッと手合わせしてみない。恐れず消えまず。用意。すべて狩り上昇腐敗。
すり傷だ。ランドゥの名も小説の志は朽ちることなし。遠くに行くため手段を選ばない。えい、ありがとう。かすり傷だ。今の僕は何の秘密も持たない、ただ死を待つだけの獲物というわけですか。まだ逃げ道があるとでも。正気を、貴様を取り繕っている仮面は剥ぎ取った。貴様と貴様の仕える将軍が隠している秘密のことも全て把握している。しかし、選手様も自分の秘密を教えてくれたではありませんか。確かに教えはしたが、それを活かせる時は来ないだろう。貴様はここで秘密と共に埋葬される。だが、貴様は幸運な奴だ。自分の仕える将軍が悲惨な未来を迎えるところをその目で見ずに済むのだから。あの女は自分の行く末をよく理解している。いつの日か戦いの中で次第に激しくなっていく月狂いに圧倒され、変化と怒りの中で四分五裂するとな。貴様らの信じる神でさえあの女をその結末から救うことはできない。せいぜい下脱をもたらす程度だろう。その唯一の救いの道は俺の手の中にある。これではどちらが意志なのか分かりませんね。どうしてそんなに自分の判断に自信があるのですか。そろそろ時間だ。行く前に貴様は俺が何をしようとしているのか分かっているのだろう。陰血臭、戦の前に血を飲み狂気を刺激する、オリジンの風習ですよね。かなりの時間を費やして俺たちのことを調べたようだな。だが貴様はここで終わりだ。あなたが医師の小宮先生。僕に何か用ですか。あの時あなたが私を救ってくれたって聞いたの。感謝の言葉ならいりません。医師なら
私の月狂いも直せるわよね。直したところで何になると、また戦場に行き今度は死ぬつもりですか。言っておきますが、その体では戦うことはできませんよ。じゃあ、あなたは戦争を治療できる？何をわけのわからないこと。僕は医師です。できることと言ったら。あなたにできるのは、私たちを治して戦争の治療に生かせることでしょう。随分と大きな口を聞きますね、お嬢さん。この戦争は何千年も続いている。この先も続くでしょう。戦争の治療？君たちは無駄死にしているだけではありませんか。どんなに懸命に治療しても、この世に存在する病や死は消えないけど、それでも必死に命を救おうとしているあなたたち医師と同じように、私たちも戦い続けたいの。もういない人たちの気持ちを代弁することはできない。でも月魚将軍、そして帰ってこられなかった戦士たちだって、絶対に無駄死になんかじゃないわ。彼らが戦いに出たのは、より多くの人を無事に故郷に返したかったからよ。あなたと同じようにね。昇級、これは命令よ。私を直しなさい。死を待つだけの哀れな獲物に過ぎないですか。好きなだけ僕の血を飲むといい。フーレ、ただ残念ながら僕は秘密を持たぬものじゃない。小さな秘密を抱えているんですよ。随分前に服用したジョーチさん、毒はすでに僕の全身に回っています。遅かれ早かれ、それはお前の体にも牙を向く。世界最悪の毒でも、向こうの命を救えるのなら療薬と言えるでしょう。全力を尽くして治療する。師匠様、この取るに足らない命で僕は約束を果たしました。どうか妖精に勝利を。剣術を見せるとき、青龍白虎、ミルクティー最高、食らえ。
すり傷だ。ランドゥの名のもとに小説の志は朽ちることなし。すべては仮律上昇腐敗。大将は定まった。志は朽ちることなし。恐れずひるまず。おお、すごい。とっておきを食らえ。剣術を見せるとき、青龍逆光、ミルクティー最高、くらえ。爪も牙も鈍ったの？迷いはない。弱い。はっ。遅い。すべてを狩り尽くす。上昇腐敗。大将は定まった。正義はここにあり。恐れず、ひるまず。おお、すごい。くらえ。確かに殺すのは難しいけど、それは制圧できないって意味じゃない。大将はよく見ろ。運気軍の意向はこの剣に宿ってるぞ。悪くない。ランドゥの名のもとに小説の志は朽ちることなし。もう一人前だもんね。この程度局。